中川パラダイスです。パラダイスよろしくお願いします。お願いします。まあ、初体験とか、僕9歳なんですよ。そのお姉ちゃんがこう近づいてきて、このまあ股間を僕の肩にこう擦りつけてたんです。5分ぐらい、まあ、よかったと思って、これアメリカちょっと楽しめるかなと思ったら、なんか盛られてたんかなと思うぐらい急に眠気がきて、うわぁ、パッと目覚めたらもう真っ暗やって、うん、歯、金歯の婦人が僕のここの乳首ブーンって舐めてたんですよ。怖ーってなって、で帰って怖かったと思って、そっから1ヶ月後ぐらいにある日会った時に、実はいい話あんねんけど、まあなんて言うんですかね、まあ多人数の人が交わるパーティー、エッチなパーティーを紹介できんねんけど、行かへんって言われたんですよ。めっちゃ興味あるじゃん、20歳ぐらいやったんで、めっちゃ興味あるって言ったら、なんかその当時の出会い系みたいなところで、その友達はなんかそのそういうパーティーを主催してる人と知り合った、男性と。でもルール説明みたいなのがあるから一回会わなあかんねんけど、俺行くん怖いから代わりに行ってくれへんってお願いされたんですよ。まあでもまあこいつが、この友達がその話持ってきてくれたから、じゃあ俺にできることはこいつの代わりにその人に会いに行くことかなと思って、僕はその友達をよそって、あ、そのふりをして、はい、じゃあ友達はもうまだ面はバレてないんや。バレてないです。連絡だけやり取りしてるだけで、うんうんうん、はい、でどこどこの、まあ、ローソンのコンビニの前でみたいな、まあ、電車乗って、はい、で一応友達にもついてきてもらって、友達に一応そのタンクトップ着てバッと持って、あのなんかタオル巻いて、いつでも行けるからっていう状態、なんか怖いことがあった時に助けに行けるからっていう状態だけ作っといてもらって、離れたとこから見守ってもらったんです。じゃあ行ったら、そのちょっとまあ加藤隆さんみたいな、サーファーのシュッとした髪の毛ちょっとファッとだった、はいはい、色黒の、はい、うん、まあ年齢で言ったら30から40代ぐらいの間の方が、おうみたいな、うん、ああ来たみたいな、うん、あ俺マンション、この上のマンションやから、マンションでじゃあ説明会するから、はいはいはい、行こうって言われて、そのまま僕マンション入ったんですよ、部屋で。トイレ借りますって友達に、いやあの安心そうやから大丈夫やからって言われて、切って疲れたやろ、よく来たなみたいな。まあ多分向こうも気遣ってくれたんか分かんないですけど、ちょゲームでもやるって言われて、いやおかしいわ、はい、いきなりそういう話もあれやからみたいな感じで、まあちょっとゆっくりしやつって、なんかちょっとなんかご飯何品かにお酒とか、 あとゲームやろうっつって、で鉄拳やろうかっつって、鉄拳の格闘ゲームなんですけど、俺に買ったら1000円あげるで、でえじゃあ僕お金ないですよ、じゃあ負けたらチンゲファイヤーしようかって言われて、チンゲファイヤーってなって、まあ多分こうチンゲこう丸めてこうライターを吸い付けて燃やすみたいな、でまあまあそれぐらいやったらリスクないしええかなと思って、やったらもう見事に全敗して、うん、チンゲ全部なくなったんですよ。こう一応まあこう見せてね、こうチンゲ燃やして、うわ臭いですとかって言ってて、まあ全部なくなったぐらいにもうどうせ勝たれへんからって1万円くれたんですよ。やったーとめっちゃええ人やねん。で、まあ、なんか説明会みたいなのを受けて、この回は絶対にコンドームつけてください、うん、今からちょっとやっぱその勃起した時の大きさと通常時の大きさを、うん、あのこうパンフレットみたいなのがあって、そこに貼り付けるから、データとして記載しないといけないと、はい、俺は違う部屋いとくから AV とか見ていいから、ちっちゃい状態と大きい状態のここからここまでの写真を撮ってくれへんって言われて、カメラ渡されたんです。その時は2人だけなの？2人だけです。おうおうおう、はい、でもまあ撮って、撮ってで終わりですっつって渡したら、じゃ あの今度また連絡するんやけど、俺は言ったらまあそういうパーティーを君に紹介したよね、うん、君は俺に何をしてくれるって言われたんですよ。言われたらポケットももう1万円も入ってるわ。はい、なあ、はい、おう、いや1万円ももらって、 そんなパーティーまで紹介してくれて、何したらこれに対価あるんやろと思って考えて、免許証コピー取りますって言ったんですよ。どういう回路？いや一番なんか信用じゃないですか、免許証。そうやな、はい、もう ID の最たるもんや。そうそうそう、ああ当時の、ああじゃあ
いや、そんなんじゃないねんこれ以上のもんあると思ったんですけど、はい、こんなに、じゃあ僕は信用してますよっていう意味で言うたら、はい、そんなんちゃうねん、そんなんちゃうねん、じゃあ今までやってきた人はどうやってその会に入れたんですか、男性はって言ったら、前やったやつは何でもするって言ったって言われて、何そのざっくりとしたんと思いながら何でもしますって言ったんです。じゃあまあそうか、分かった、じゃあ一回、じゃあ男の付き合いで背中流してもらおうかって言われて、で、俺そんなんでいいのって、でそのまま、まあ、ズボン、まあ、全部全裸になってタオルだけ巻いた状態で2人風呂場入って、で背中流せって言われて、なんかこう石鹸つけて背中流します。じゃあなんか力弱いって言われて、あ、すいませんっつって、結構もう結構マウント取られてるな、力弱いって、はい、すいませんってなって、あかんあかん、もっと力入れろって言われて、ガーってやったら、もう力弱いねんつって、変われって言われて、もう撫でるかのように背中さすられたんですよ。どうやって言われて、でえってなって、あ、気持ちいいっす、よしって言って、次じゃあマッサージやって言われて、で、わかりましたっつってベッド行って、めっちゃもう命令口調と敬語やで、こうマッサージしたら、力弱いって言われて、わかりましたっつって、グーってやって、力弱いって言われて、肘でこう行ったら、あかん、変われって言われて、手にオイル塗られて、こうやってマッサージ、オイルマッサージされたんですよ。サラサラサラ。サラサラサラってなって、え、何これと思って。でもなんか、その不覚にも、そのマッサージが、めちゃくちゃ気持ちよくて、僕寝てもうたんですよ。あの、極度の緊張から解放されたのか、また何かにお酒あった、何かにもられたんか分かんないですけど、で寝てもうてパッと目覚めたらまた部屋真っ暗やって、あれ、あ、音でピッチャッて音鳴ってたんですよ。なんか感じたことあるこれと思ってじゃ本当に同じ感じで右の乳首をその加藤隆みたいな人がブラブラって舐めてて、その時僕、デジャブやって言って思ったんですよじゃあ、え、デジャブ、え、え、何、何がもう本当にふわいふわいに聞こえてきて、こうなって本当に全裸やったんですけど、また服持って飛び出して友達に電話して、こうあったっつって、でもよかったな、何もなかったんか、あ、そういえば1枚あるから5000円あげるわっつって、半分を分けてカラオケ行ったっていう話なんですけど、なんだその着地いや、着地というかこれ自体はもう本当に事実をただただ言うてるだけなんですけど、はい、そういうことが、はい、ありますね。なんかそういうとこ、性に対するみたいなのが結構多い。すごい、だからお前が言ってるわけでもないもんな。あ、そう、向こうから舞い込んできてるわけやから。そういう引きが強いんやな。そういうことやと思います。はい。だそういうのを楽しんでくれたり、まあでもそう、やっぱ僕は初体験が9歳で、そっから18歳まで初体験なかったんですよ。覚えんの早かったんですけど、意外と平均的よりちょっと遅いぐらいだったんで、ずっとモンモンした状態が続いた感じやったんで、だからそういうところがあると、そうすぐそう飛び込むというか、なるほど、はい、もうずっと抑え込まれてたから、はい、ちょっとなんかエッチな匂いがすると飛び込んでしまう、飛び込んでしまうっていう、はい、はあ、なんかまあこれも滑らないで話したことあるんですけど、あの、いいですか、小学校、これだから、まあ、これだから今初めて言うんですけど、話激しすぎるなと思って、テレビ用には小学生の時って言ってるんですけど、ほんまこれ中学の時の話なんですけど、え、年行く方が激しくなんねや、まあ、俺分からへんから、はい、中学校、ほんまは 小学校って言ってたんですけど、中学校の時に好きな人できて、金沢さんっていう女の子が、で金沢さんが好きすぎて同じクラスやったんですけど、好きという勇気はなかったんですよ。で なんとかならんかなと思って、ある日放課後、教室、自分の教室に鍵閉まってるとこ忍び込んで、でプールの時間とかってみんな水着着るじゃないですか、で雨降ったらそのプールの授業がなくなるんで、水着を濡れないまま次の授業まで置いとくっていう、持って帰らずに、でそれを狙って
こうこの金沢さんのこう蜜着をこう見て眺めるっていう。雨が降った次のプールの時までは学校に置いてると、はい、置いてるんで、うん、放課後誰もおらん時に狙って、はい、金沢さんのこう水着を見て、うん、うわこれが金沢さんの水着かってなってて、見てるうちにだんだんそのなんとかなれへんかなと思って、まあ匂い嗅いだりとかしてたんですけど、うん、どんどん気持ちが盛り上がって、うん、こう自分の服脱いで、うん、その金沢さんの水着着てたんですよ。一つになりたいと思って、うん、はい、どうすることもできない、はい、そのな1個着たらなんか開放感やったの、まあまあ生地も薄いんで開放感で、なんかそのなんか他にできることないかなと思って、その金沢さんのこう縦笛みたいなのを出して、僕教室その縦笛吹きながらウロウロしてたんですよ、はい、めっちゃ楽しかったなし、じゃあ教室ガラガラって開いて、その時担任の先生で新見先生って言ってるんですけど、パンチパームでサングラスかけてなんかジャージ着て竹刀持ってる先生、ベタに怖い先生がガラッと入ってきて黒板バチン叩いて、何してんねん俺って言われて、あ終わった人生と思って、でお前出ろって言われて、せいらせいって言われて廊下行かされて、僕笛持ったまま水着着たままこうやって正座させられたんですよ。こっから始まるコント、はい、めっちゃおもろそうやな、はい、何が起きたか分かんないですよね。あの放課後やったんで、運動部とかが、まあ、1階の校舎やったんで運動部とか運動してるんですよ。お意味はだ、はい、でその先生は こっち向いて喋ってるから、うん、僕は外向いて喋ってるんで、お前分かってんのかと。で明日、俺明日から人生どうしようとかいろいろ考えてたんですけど、ぼーっと奥見つけたら、見つめたら、それこそ金沢さんがあのバレー部やったんですけど、こう見てぼーっと見てるんですよ。あ終わった、マジでこれは人生終わったなと思って考えてたら、どんどん気持ち悪くなってきて、そのまま僕泡吹いてバタンと倒れたんですよ。じゃ先生が急に自分が説教して泡吹いて倒れたもんやからびっくりしすぎて、おお大丈夫か金沢っつってこの水着の名前呼んだ。いや金沢ちゃうのにと思いながら。そんなんいらんねん。いやいやほんまなんですよ。でもそん時もうわーってなって、でもありがたい、ありがたいって言ったらあれなんですけど、ちょうど1週間後に転校が決まって。誰が？僕が。逃げるようにその学校転校できたんですよ。だからまだ。それほんまにあれか、はい、お前もう親に連絡行って。あ、いや違います。ほんまの普通の。本当にあのお父さん、まあ単身赴任とか、なんかちょうどそのぐらいに離婚しちゃったんですよね。で、僕堀江住んでたんですよ。で、堀江ってちょうど家賃値上がりしてきて、高鳴ってきて、住まれへんくなったなっていうので、転校したんですよ。中3の夏に転校したんですけど、はい、で中3の夏の思い出ですわ。だこれを小学校って言わない絶対やばいじゃないですか。これ中学って言ったらやばい、中3って言ったらもうええ大人やんってなるじゃないですか。だからあのテレビとかで言うときは小学生って言ってます、はい、ほんまは中3なんですよ。もうちゃんとした人格が形成された上で来てたやん、はいはい、そうだからそういう感じが多いんですよね。それでもどうバターンって倒れてさ、はい、カナダちゃうのにって言って、はい、もうこれあんまり攻めたらやばいとか思いはったのかな、多分先生も。あ、もうそのまま多分ね、もうロールとしてるんですけど保健室行ったと思います。ああそう。はい。で、もう着替えて、もう帰れってなって、多分先生も抱えきれへんっていうか、まあそう誰にも言えへんってなったんじゃないですか。いや、はい、めっちゃ怖いと思うで。中学何年の時よ。中3です。中3やろ。中3。しっかりチンゲ生えてる人間ですからね。クラス上げたら薄暗い誰もいいんだが、はい、まず多分笛の音が聞こえてきたんやと思います。いや分かんないですよ、先生になったことはないんであれですけど、多分笛の音が聞こえてきて、なんやと思って怖ってたって、その心霊的な感じで開けたんじゃないですか。ほんなら男の子が笛吹いて女性水着で、はい、かすごいなお前。え、もう今は、はい、これだってもうこれはほんまにほんまあかんで、ね、ほんまあかんけど、はい、もう言うても、はい、もう何十年も前の話やん、はい、そうそう、もう今はもうお前、はい、まともな、はい、普通の
まあ、まともやとは思ってます。中川はオーソドックスだよな、はいはい、まあオーソドックスです、はい、ないやでも、ああでも、まあでもって言ったら、でもあのただでもね、ただでもね、はい、これちょっとマネージャーさっき話してて、ああこれは絶対にやめましょうって言われた話、まあまあ別にカットでもいいんですけど、聞いてもらっていいですか。まあこれはでも怖い話というか、これよく言うと嘘やんけって言われるんですけど、これほんまにあった話で止められたんですけど、これだけ聞いてほしいなと思って、はい、ありがたいことにコミュニケーションとの僕結構わりかし好きな方なんで、いろんな社長さんとかお知り合いいてるんですけど、沖縄の社長さんでよくキャバクラに連れて行ってくれる社長さんがいてるんですけど、その社長さんがいつもキャバクラあれやから今回はなんか22ぐらいで女の子呼んで飲まへんって、で僕の友達の女の子の友達がなんかアナウンサーらしくて沖縄のみたいな、まあ元なのかみたいな、そんな感じで、えすごいじゃないですか、飲んだことないですよ、飲みたいです、うん、ってなって、まあ先に僕ら2人でバーおったんですよ。じゃあ1人女の子がこう扉からパッと入ってきて、うん、でその子がめっちゃ可愛かったんですよ。 うわめちゃくちゃ可愛いやんってなったんですけど、久しぶりーっつって、その社長さんに言って、うん、でそのアナウンサーの子が僕も初めて会ったことないね、うん、だから僕も楽しみやねみたいなこと言ってたんで、あこの人ではないんや、はい、もう一人綺麗な人が来んねや、やっぱ可愛い人の知り合いは可愛いんやってなって、じゃあもうあと次来る人がその人かなと思って入ってきたら、うん、ちょっと僕あんまり女性の容姿のことを言うのは本当に嫌なんですけど、うんうん、本当にもうガリッガリで、うん、なんか本当にもうなんかもうなんていうんですかね、水分全部ないみたいな、そのビーフジャーキーみたいな雰囲気、パサパサ僕はもうミイラ女って呼んでるんですけど、そのミイラの包帯全部剥がしたバージョンの人みたいなのが細い女の子が来たんですよ。でお世辞にも可愛いって言えなくて、そのうわっって思ったんですけど、でもまあ呼んでくれて飲むぐらいの感じやから、何も別にねないから、まあ楽しく飲もうと思って、わーそっちが良かったなと思いながら飲んでたんです、うんうんうん、それは社長さんの知り合いやからね、はい、ああでもまあ飲んでたんですけど、うん、まあこれでお酒が入ったっていうのもあるし、うん、僕がお酒飲んで入ったっていうのもあるし、うん、その女の子が水分取ったっていうのもあるんですけどだんだんなんかそのカリカリカリっていう状態から水分取ってウル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 ってなって、こう針とか出てきたんですよ。で僕もお酒飲んでるんで酔っ払ってるんで目もぼやけてきてるんで、だん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 可愛く見えてきて、こうなっていったね。あ、そうそうそうです。でお酒も進むじゃないですか、はい、で進めば進むほど酔うし、女の子も進めば進むほど水分取るんで、もうパーンってもう針パッチンって張って、パンシリーズやんってなったんですよ。えフジテレビとかのパンシリーズのそのアナウンサーグラスやんって、あやパンそうとか、もう地方じゃないってなって、もうフジのキー局のやアナウンサーやっていうぐらい可愛くなったんですよ。で楽しくなってきて、その社長さんと女の子が気気化して2人毒消えたんですよ。で2人で飲みましょうってなって、まあちょっと勇気を出してちょっとまあ楽しくなって喋って、まあ、話も盛り上がってきたから、まあ次場所変えませんみたいな感じで、まあそのホテルでも行きませんかっつってお誘いしたんですよ。じゃあいいですよってなって、最高やんってなって、まあラブホテル行ったんですけど、まあ入ってちょっと大きめのお風呂やったんで、すぐお風呂ためて、ためてる間にちょっとイチャイチャしようかなと思って、まあイチャイチャしてたんですよ。めちゃくちゃ感度良くて、なんかこっちも攻めがいあるなってなって、まあどうせカットされると思うんで言いますけど、いやしないよ、ちょっと待ってくださいだから最善を尽くしてくれ。あ、はい、わかりました。使える最善を、まあ、なんていうんですかね、まあ、下の方を、はいはいはい、めちゃくちゃ攻めたんですよ、はいはいはい、じゃあ、その今まで見たことないぐらい、うん、すごいスプラッシュっていうんですか、うん、もう天井にかかるんちゃうかっていうぐらいの、もうアダルトビデオでしか見たことない、それでもすごいぐらいの
やつぐらいビャーってなった瞬間、カリ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 ってなったっていう話なんですけど、あ、やばいやばいと思ってどうしようってなって、お風呂ドコンって入れたらまたウル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 ってなって、スケリアンってなって、いやこれでもほんま嘘やんって言われるんですけど、これほんまなんですよ。そのちょっと持ってる部分はそれ芸人なんであるかもわかんないですけど、なんやねんこんなに水分、その話をマネージャーと喋ってこれやめときましょうとか、そんな会議すなしょうもない、いやいやあの話だけはやめてくださいねって言われて、なんでやねん、そういうすごいね、そうそうですね、止まらへんもんな、楽しかったですね、はあ、はい、ただ怖いですけどね、なんかそのコメント欄とかみんな、そのなんかどんな風にコメント書かれるのか、まあまあまあ、はい、いろんなことを感じある人もいるし、はい、まあでも楽しんでくれる人は多いんで、その、はい、女性はいろいろ思うところあるかもわからんけど、はい、さあもう昔の話だし、おしゃれだよな、もう住んじゃって、はい、自分から言ったわけちゃうもんな、そうですね、はい、山から言ってるなかったことにして金沢さんお前から言ってるなかったことにしてくれたんじゃないですかこれ裸どうやらまだ何個か持ってそうやからちょっとまた第2弾、あ、ほんますか、ちょ来てよ、あ、ぜひぜひ、はい、そんな感じのでよければ、はい、ありますんで、はい、やってんの、はい、YouTube 中川パラダイスのトークショーっていうのをやってるんですけど、年末ぐらいに1回50時間生配信みたいなやってて、皆さんゲストに1時間ずつぐらい来てもらって50時間連続でラジオやったりとか、やった、はい、50時間やった、50時間やりました、寝ずに、あんなにすぐ寝るお前がそう、何か盛られてたんでしょうねじゃあやっぱり、はい、はい、喜んでもらえてるんでありがたい、はい、いやほんまにありがとうございました、ありがとうございました。